俺から俺への拍手が心の中でなっている聞こえてくるぜ俺への拍手鳴りやまない俺から俺への拍手俺だけに 俺から俺への拍手その拍手さえ心の中でなっていればこの俺が自分の信じた通りに生きてる証拠だ 今夜のエブリバディノーズは久しぶりの登場です。三代目魚竹浜田茂雄さんです。どうも、ご無沙汰してます。どうも、ご無沙汰してます。今日は読んでいただいてありがとうございます。いやいやいや、もう、なんか、嬉しいです。知らない間にワンマンスタイルでゲストを迎えながら喋る方たちになってます。お願いします。ありがとうございます。あの、今回は、また豪華なね、アルバム2枚組、えと、アンセム。 ととネイキッド枚3月末に出したんですけどもあの全編こうポエトリーの声だけのネイキッドと音楽は一緒にやってるアンセムス両方出したんですけどもこれを少しいろいろかけながらですけどもこの6年会ってない間大竹さんいろいろいろんなところを旅してたりしたと思うんでそんな話をしながらと思うんですけども。 まず最初に聞いてもらったのはですねアンセムズに入っている「俺から俺への拍手」というオープニングバージョンです。いうこの詩は科学と学習の4年生、5年生、6年生で子ども用にずっと詩の連載をしてたんですけど長いですよね、結構ね。 ねえ、っと、まあ、やっぱ前編、俺、俺、俺っていうところで、いやこう改めてね、あの、自分をこれだけね、あの、俺っていうのを好きになってくれというのが前提の表現として、まず最初成り立ってるものっていうのを、恥ずかしげもなく、やれるってところに、まあ、もう、そこで僕負けたなと思います。いもう、ありがとうございます。もう、アホなだけなんですけど。いや、だけど、でもね、あの、あの、大体、 まあ、言葉の表現じゃなくても、はい、アーティストって言われる人は大体、はい、が、はい、結構自己愛が強い人じゃないですか。はい、だけどもそれをなんかちょっとオブライトに積んだりとかして人の前に出すんだけども大竹、はい、さんの場合はそれをストレートに、はい、どこまでもできるってとこにやっぱり俺はすごいなと思うんだね。 <laughs> それを表現に利用するというところが <laughs> 利用するって <laughs> 利用してますからこの2枚のアルバムっていうのは、はいはい、まずどの辺からこう作ろうと思ったんですか、はい、あのブックレットもすごい豪華なんですけどもうやっぱ10年ぐらい前から、うん、えと考えてまして、うん、でその詩の朗読とかポエトリーリーディング自体は。 もう言うてもその18ぐらいからやってるんで,ですよ、ね、あれなんですけどあ、うん、あのー、まあ、声だけの方のスタイルっていうのは、うん、あのー、なんだろうもうこうだっていうのがあるんですけど、うん、えと音楽とやるっていうことをずっと試行錯誤してましてで、えー、と、まあただ音楽とやるだけだったら。あのー まあ、いいんだけどなんか音楽に助けてもらってるみたいな感じがあってやっぱりグループを出したいというのはすごくあってこれだったら歌でいいじゃないって言われるようなものだとダメだからと思ってずっと試行錯誤してましてもともと3枚その前にカバーアルバムで人の歌だけを歌って出してるんですけどそれも実はそのための実験って言ってしまうと変ですけどまずあの レコーディングするものなんでどうやってレコーディングがなされてどういうふうに作っていくかっていうことが分からないとダメだと思ったんですよその時に自分のオリジナルの歌を歌ってもいろんなこと要素がありすぎて分からなくなるので人の歌を歌って声だけ出すだけやってあとはレコーディングがどういうものかとミュージシャンとどういうふうに作っていくのかっていうのを分かりたかったんですね そうキャニオンから出した時のやつですね。はいはい、そで,でそれで三枚やって。うん レコードがこういうものだってことが分かったのと、あとはそのエンジニアが重要だってことが異常に感じたので、やっぱり、あの、そういうことも踏まえて、で、なおかつ、その、こういうようにしたいんですって説明の仕方もね、あの、当初だと分からないので、レコード3枚、あ、CD3 枚あって、あの、それも分かってきたので、そろそろできるんじゃないのかと思って、あの、まあもちろんその前にライブではその音楽とやってますけどそうですよね。はい。その上で、あの、こう、 そろろそそいけるんじゃなかと思ってれで去年1年間ずっとレコーディングを。なるほどじゃあ割と長い時間かけてこのアンセミズの方は音楽の何て言うんですかいわゆる聞こえ方のジャンルっていうとこではアイリッシュなものがあったりヒップホップだったりパンクだったりありますけどこの辺はあれですかこの詩にはこういう何ですか音楽のスタイルで行こうっていうのを大竹さんが自分で。 はいそれもありますし、うん、あとはあのすごい特殊な撮り方をしてて、うん、であ,のあともう一個はこの詩にはこの曲っていう歌だと決まってしまうんですけど、えー、それをしたくなくてそれで。うん この詩にこの曲だけど、違う曲もあるかもよ、みたいな、あの、感じで、あ、ま、実際違う曲もあったりするんですけど、あの、一個のイメージしたくなかったんですよ。それは、例えばディランが、例えばその、えっと、女のごとくっていう歌を、なんか放題ですけど、あの、例えばライブである時は、あの、女なんかなりたくないみたいに歌ったりとか、同じ詩なのに、女のようにめめしく歌ったりとか、いろんな表現するじゃないですか。オープニング、前奏始まっただけでは何の曲かわからないみたいな。 あれ的なこともあぱり好きでだから、やっぱり一つの詩でこの曲よねって思われたくくなてそれはもうバンドじゃないしイメージを逆につけないでそれで、例えばネイキッドの声だけのほうにもある詩がアンセムズの音楽のほうにもありますけど完全別テイクでリフレインも違ったりとか読み方違ったりとかひどいものになるとひどいものって言っとあれですけど同じテイクのワン、ツー、スリー入れたりもしてたりとか。なるほど ね、そういう風にしてて、これ音楽っていうのはあの詩と並走してやったんですか、それともえっとなんだろう音楽だけあって上に乗デッカってそういうどっちですか？それさすが東さんです。 ーあののリその曲によるんですけど例えば3ピースで完全に一発撮りしてやつもあるんですよ。もうあれば曲に上から基本的に全部ワンテイクでパンチンとかしてないんですけどあの曲の上からやってるものもあれば例えばですけどドラムパターンだけあの作って。 例えばクリックとかドラムパターン聞きながらリズムを持って朗読だけしてそこに重ねていったものもあったりとかあの本当にいろいろなんですよなるほどねはいあとはあのえっとこれも新しく編み出したんですけど波形プレーっていうのを編み出したんですよ何波形プレイそれはあのどういうのかというとあのまず俺がえっと朗読しますよねあのすでにでそこでもうすでにもうリズムとグルーバあるのでそれを 撮った上で、うん、それの声の波形を聞きながらプレイヤーが演奏するんですよ。は、うん、あこれは、はい、なるほどね。そしたら、うん、えと異常に合う、うん ていうんですかこのあと俺が割とちょっと盛り上がるなっていうのが波形で見えるんでなるほどねそれを予測して被らないいよねはギターをプレイしたりとかそういうことをしてみたりとかすごいねめっちゃ編み出したんですよいろんな新しいすごいなんか分かるね波形プレイっていうのはねそうなんすそれとあとは東さんとかやっぱりそうやって音楽と朗読やってはる人だった分かると思うんですけどあの 声とボーカルとバンドのバランスが完全洋楽ぐらいにしてるんですね。よくあるポエトリーリーディングって声がね大きい。そうなんです、バンドが小さいんですよ。あれなんでかっていうと聞こえなくなるからですよね、ボーカルが。で、ボーカルを上げればいいのかって言ったら、ボーカルを上げたら今度バンドが小さくなるし、バンドを上げたら潜るしっていうので、聞こえないわけですよね。それが えとそれをやるがために洋楽とかの後にポエトリーリーディングの CD かけると、うん、しょぼく聞こえたりとか音楽だけやるんですねやっぱりポエトリーリーディングだなってことで急にカルチャーな匂いがしてしまうあカルチャーな匂いがねロックとロックの間にかけてないで,、うん、で実はそのバランスでいうと、うん、そ,のそれぐらいの洋楽ぐらいのバランスにしてると、うん、だけどなぜ聞こえてるかっていうと、うん 新ししい声の出方がででききるよようになってたんすつまり叫んでないように聞こえて実はめちゃくちゃでかい声出してるとかそういうことがねできるようになってきてちょっと深い話になってしまいますけど例えばブルースハープを吹くときに一穴ずつ吹いてメロディーを吹くときと副音とか四穴ぐらい同時に吹いたりするとバイオンダスっていうかあれを。 声でできるようになってたんだからここまではハーモニカでいうと一穴ずつ単音で読んでサビなんてないのにサビのような感じがするのはそこをバイオで読んでるんですよ声を出してそれでその後単音に戻したりとか一つの言葉だけバイオにして単音で読んで途中からまたバイオとかがかなりできるようになってだから例えばヒップホップの MC のやつが聞くと「これダブルにしてるんですか?」っていうやつがいるんですけでもダブルにしてなくて。 あの、実は一回で、それができるようにう、じゃ、それは本当、はい。 ある意味、技術的な習得を目指してなかったけれども、なんとの聞こえ方を研究していると、そういう声の出し方に。はいはい、それと、もう一個、あの、ライブをやった時に、例えばその、アウェイというか、例えばその、パンクバンドとか、あの、ロックバンドと、一緒に出て、バンドが出た後に俺が出たりしてたんですよ。声、声だけで。そしたら普通負けるじゃないですか。音圧でも。うん。ほんで、こう、2000人とかいるところでやってると、声だけで絶対負けると。それが、 ダメだと思ってて、うん、で、それでも音圧をこう、あの、作るのにはっていうふうにしてって、声で出してるうちに、うん、今言ったら、本当に伝えたいとか、届けたいっていう気持ちと、うん、あとはその、声だけで制圧してやろうっていう、<laughs> その、あの、気持ちが、ずっとこう、<laughs> あの、ありながらやってると、うん 自然にそれがだんだんできるようになってきて、だから、富士ロックなんかもそうなんですけど、みんなバンドで踊りにね、聴いて踊りに来てるところで、しいね。こうちゃうだけど、大竹さんをたまたま見たっていう人のが多かったと思うんでそうですね、だからそういうところに声だけで出てね、音圧的にも急に消防になったら、みんな変えていくと思うんですよね、そこでやっぱりその盛り上げることができて、客もいっぱい集まったっていうのははっいうねそそれやぱりの 声だけで、うん、その音圧を持ててるようう。になったったいう、うん、だからあ<ー>、あのー、その、このアンセムズの中での基本的にうるさい曲を聴いてもらったらわかるんですけど、うん、普通だと多分普通の人が読むと全部叫ばないと聞こえないはずなんですようん、うん、でも俺叫んでないんですよね、うん、聞こえ方では、うん、だけどボソッと言ってるように聞こえるけどそのボソッとも実はめちゃでかい声出してるとか、うん、<laughs> あ<の>なるほどね。 バンドと3ピースとかで一発撮りするときは、絶対にボーカルで引っ張らないと無理じゃないですか、だからやっぱり、そのボーカルで引っ張るときに、歌なら引っ張るんですよ、だけど、朗読なのにバンドを引っ張っていくっていうのは、やっぱりかなりスキルがそれ難しいんですよね。だからそれがもうできると思ったんで、去年から始まったっていうのが。 じゃああのアンセムズのね「音楽と一緒」のバージョンも部長に書けますけどもじゃあまず声で一つここでやっていただいてもよろしいでしょうかやらせてくださいちょっと照れるんであれだけどいやいやいやそれではいきますはいえと「本当の一昔々あるところに百に負けないたったの一がいました」百は 何回戦っても、たったの一に勝てないので、もっと強い奴を連れてきて、絶対にお前を泣かしてやると言って、今度は千を連れてきました。千は自信満々に言いました。おい一、お前たったの一の分際で百に勝ったというが、この千様に勝てると思うのか。大した度胸だが、 泣かしてやるぞ、そう言ってたったの一に襲いかかりましたけれどこてんぱにやられたのは千の方だったのです千は言いました「一よお前は本当に一なのかたったの一でたったの一の分際でなぜこの千様より強いのだなぜだ」 するとたったの1はこう言ったのですたったの1はたったの1は本当の1だからだよありがとうございます <laughs> えほ、ー、本当の1っていうね、はい、これもね、はい、やっぱり好きなしだったいますね。はい なんかやっぱりこれも学のですよねなんかやっぱり最初に「オレオレ」っていうやつをね僕ぶん強調して言っちゃったけどもそうじゃなくて大竹さんのなんかちょっと偶話というか世の中にあるみんなが何でも分かるようなものを非常に噛み砕いたお話にするというなんかノウハウみたいなのが素敵だなと思いましたけどなんかねヘッドオンで聞きながら。 なんとなくそのさっき言った声のね培養とかその辺のやり方っていうのがなんかちょっと以前とは違うのかなと思いながらちょっとあえて聞いてみましたけどもそっかでも大竹さんってお酒飲まないじゃないですか飲まないでしょ飲みそうに見えてでもこういう偶話的なお話的なね詞を書く時っていうのはどういう気持ちになってこう 言葉を紡いでいくのかなってちょっと興味持ったんですけどはいこの時にやっぱりまあ,、うん、あの基本はやっぱりその自分を褒め称えるっていうところから発想をスタートした時に、うん、あのやっぱこう本当の位置っていうのは、うん、あのたったの位置である、うん、たったの位置でないものは、うん、本当の位置ではないって最初に思ったんですよねうんで人はこうあのう言葉自体はよく元々の言葉を考えるんですけど、うん、例えば えーと。 親切っていう言葉があったら実はそのすごいいい印象で使ってるけど親を切るって書くじゃないですかとか例えば適当って悪い意味で使ってるけど適度に当てはまるって書くじゃないかとかそういうことを考えたりすると同じで人が悪い意味で使ってる言葉とか人に嫌われてる言葉ってあるじゃないですか言葉自体が人気のない言葉それにやっぱりすごく惹かれるところがあってだからやっぱりたったこれっぽっちしかないとかたったこんだけとか言ったりするけどたったって ごっついそこにしかないってことだから、うん、あのすごいかっこいいことやないかっていうのが言いたくて、うん、であの本当の位置っていうのもそういう意味で言うと。うんうん、あの まあ誰もがそうですけど、うん、東さんもそうですけど、うん、その東さんがたったの一である限り、うん、それは絶対本当の一であると。で、それがたったの一でなくなった時に、うん、それは本当の一でなくなったってことやしっていうのと同じで、だから逆説的なんですけど、そうですね、だから本当の一になろうとしようとか、うん、本当の一になるとかいう前に、 たったの位置でないと、本当の位置にはなれないし、うん、本当じゃないと、うん、もっと言えばたったの位置であるものは、誰がなんと言おうと、本当の位置であるっていうことをあの言いたいと、うんうん、でそこから、あのー、始まって、うん、あの今の詩なんかは、それをどう伝えのがいいかと思ったときに、うん、ああいうちょっと物語みたいにしたらいいかなとか思いましたそうですうね詩っ、はい、<coughs> ってていうか言葉ってね。はい あのー、なんだろう,こう、追求するというか、はい、なんかこう、自分の身の回りのこととかを書いてたり、はいねえー、表現したりすると、はい、なんかすごい優秀な人っていうのは、はい、僕はこういうのもあれなんですけども、はい、なんか哲学的な一つ、要素に詩、はい、の内容がぶち当たるような気がするけど、はい、この本当の位置っていうのもその一つかなと思いますけどね。はいはい、嬉しいです でも本当、こんな話は、やっぱり、東さんとかの番組でないと、あのできないし、うん。あの、聞いてはもらえない。まあ、普通の DJ が、えっと、今回2枚アルバム出しまして、どうですかって聞いて、本当の置っていうのはね、って言ってくもう時間なくなっちゃうんですもんね。いや、それにやっぱり、東さん自体がポイントリーディングされて、うん。で、音楽とやられて、でやってらっしゃるから、うん。だから、あの、同じやから、その、言っても分かってもらえると思うから、いやいやいや。 ねえ、るっていうのが僕もなんかそういう、なんかフロントに立ってる人とこういう話するっていうのはあんまり実はなかったりするんで、なんか楽しいですね。なんか俺も楽しい。ですそういえばね、あの、僕の方のちょっと話になっちゃうんですけど、前に来てもらった時はね、確かね、2000年、1年の年末だったんですよ。で、えっと、俺が好きな漫画の本っていう、確かそのてんそういうテーマのピアから出してた、 本だったと思うんですけど、その時の僕は、えっと、こんな漫画家の人が好きだったっていう話をしてくれたじゃないですか。でね、あれを、道録の MD を、その1年後ぐらいに、僕はなぜか、秩父の方に住んでいる女の人に会いに行くために、東京から遠いんですよね。その暇だから、その MD を聞いてたわけですよ。で、僕はちょっと非常に迷っていて、そのファーストアルバムを、どうやって、 音を取ったけどどう作って出していいかなっていう時に大竹さんとのトークを聞きながら「漫画じゃあ僕の詩に漫画を絵をつけたらどうだろう?」っていうところから2003年になるんですけど僕の方のデイの方が森田健二先生っていうね漫画家の先生と。 v d アの方でなったんですけどね。このファーストのアデイテ、さっきも見せてもらったんですけど、中がすごいいいですよね。この詩にを読んで書いてくださってるわけですよね。そのなんとなく、要は漫画といえども、ある意味カットみたいな感じでね、お願いしちゃったっていう感じになりますけどね。だかから本当なん 絵絵本みたいですすしが、ね、やっぱりなんかそうですね、うん、なんかさ<や><本>すが今の話じゃないけど、うん、その哲学的な部分を、うん、あの汲み取って。 なんとなくね、なんかそれは嬉しかったんですけどね。はい、それのきっかけは、その秩父に行く電車の中、はい、あ、どっかでね、乗り換えるときにね、はい、大沢さんが、あのー、と、あ、僕は昔、はい、あの漫画家になりたかったんでって話をしてたときに、あ、そういえば、と思いながら、はいはい、もう20年ぶりぐらいにその森田先生に連絡して書いてもらったっていう。はいはいはい、えー、でも20年ぶりっていうことは、うん、その前に、 子供の時に漫画家になりたいんで漫画を見てくださいっていきなり電話した子供だったんですよはいはいはい思い出したそれがそうかそれがこうなったんですよねうんそっかだからかそうその話をねでもすごいですよねそれがその20年後にこうやって変えてくれてはるんですもんねねえ覚えてなかったけど向こうはでもその子供が詩を書いて作品を作って で、絵をつけてくれって言いに来たわけだから先生も絶対嬉しいですよね、それが本当のリスペクトそうそうそう、なんかね、なんかそんな交流をしましたけどね、おまけに解説というか、ライナーがが白石和子先生そう、なんかまあね、非常に最初にいろいろ豪華なことをやらせてもらったのが、大竹さんのきっかけだったなと思いながらですね、今日う来て。 でも、このアンセムズの方うは、なんだろう、言葉がうるさいだけじゃない、そのなんて音楽として並走して聴けるっていうアルバムにもなってるかなという感じがね、はいはい、その辺はやっぱりすごい、もう本当よくぞ聴いていただけたっていう感じで、えー、すごく考えて。でうん、あの よくある、リーディングのアルバムとかだと、やっぱもう一回聴きたくはならないんで、やっぱりその何回か聴ける要素って音楽のように。で、あの、だからすごくキャッチーなリフっていうのを必ず作ったんですよ。で、えっと、それが入るようにして、で、なおかつ、えっと、歌がいかないライン、あの、ボーカルラインで、で、ヒップホップもいかない歌のライン。で、ラップって、あの、 こはラップとかも好きなんですけど、結局声でいうとワンコードだと思うんですよ。だからどこにでも合う代わりに、実はあのえっとオートフォーカスのあのビデオカメラと一緒で、実はどこにも合ってない。なるほどね。それからどこにでも合うっていう。で、そのラップの声ボーカルラインでもなく、歌のボーカルでもラインでもない、その新しいボーカルラインをあの作ろうと思ったんですね。で、なのにえっと グループがあってて同調してると、うん、だからあのそれをあの見つけ出すまでに、うん、えとかなりこうあの考えて、うん、でなおかつあの関東の人だと関西弁で読んでるので、うんうん、例えば関西弁だっていうだけで目新しく、まあ、引っかかりがあるというか服があると思う人もいると思うんですけど。うんうん そうなると関西の人に聞かした時にダメになってしまうので当たり前の関西弁なんで、うん、だけど関西の人にもフックがあるように、うん、あの読もうっていうのがあったので、うん、そのポエトリーリーディングしてるときから編み出したことなんですけど、うん、実は関西弁でありながら、うん、関西弁って元々リズムを持ってますけども、うん、あのけれどもそれをそのままやるんじゃなくて関西弁でありながら、うん、普通関西弁ではここで切らない。うんで いうところで全部切ってたりとか、うん、あのブレスするところも、うん、あの関西弁でブレスしないところでしてたりするんですよ。うんうん、それによって、実はその音に、うん、えっと、うまくはめてて、うん、あの、だけど、韻は踏んでないっていう、うん、あのを生み出したんですよね。うん、それも。ね、はい、あの声って、もう原始的な楽器なんだけども。<laughs> はい それをどういうふうに使うかによってっていうのがまあ大竹さんとか僕のやってるちょっと表現形態なんで開発していかなきゃいけないんですよねそうなんですよだから本当に開発でだから本当東さんなんかやっぱりそのそういう意味で言っても日々ね絶対に朗読にもいいことしてるなと思うのはこうやって DJ もされてるじゃないですかだから歌じゃないことで声を出す ととか伝えるっていうことを、うん、あのリーディング以外のことでもされてるから、うん、だから、絶対それがあのいい作用していくと思うんですよ、結局、うん、思ったんですけどあ、うん、あのなんていうんですかあの描覚才能と、うん、朗読する才能って別だと思う、ね、そうかもしれないですね、はい、だから C かけるからって朗読がいいとは限らないし、うん、あの逆に。 朗読がいいから詩がいいとも限らないと。その両方がいいのは我々ぐらい。平市先生と。ね。まあね。だから、やっぱりそういう意味でもそれぐらい難しいと。ほんで詩を書くということはみんなすごく歴史としてやってきてるのに。やってきてるけど朗読は実はすごく水準が低くて未熟だと思うんですよ。歌っていうジャンルに比べると歌とかラップっていうジャンルに比べたら朗読はあまりにも成熟してなくて実験ができてなくて。だから 俺が普段やっぱりその朗読とか考えてもなんか刺激受けたくて聴くものって漫才とか落語なの。うん、CD も <laughs> あ,あとはそれこそラジオそうですねあの DJ のがしゃべってることとか、うん、つまり本当に声だけを使ってやってる人たちの方がよっぽどスキルが高いんですよねで,でねあのやっぱりだから結局そのよくある詩人は、うん、あの気持ちを込める いいうううことと頼っっててしまんんでですすよよもそれ表現じゃな思気持ち込めるのは当たり前で気持ち込めて伝わるんやったら例えば女が「もう別れたい」言われて男が「絶対別れたない!」の気持ち込めたら伝わりそうじゃないですかそれでも別れるも別れますよねだから気持ち込めて伝わるというのは甘いんですよねそれは向こうにも愛がある時だけでだから結局表現っていうのはそうじゃなくて気持ちを込めるのは当然ハートを使うのは当然その上プラスアルファ表現何ができんねんということ ことが大事なわけであってわ、うん、かりやすいじゃないですか、はい、今の、はい、あそうですねそうなんです。だから結局その表現方法を持ってないとか、うん、表現の技術がない人はどうしてもそういう場合に気持ちを込めることに頼ってしまうと思うんですよね頼ってしまった時点でそれはもう人前でやるもんじゃないと思うんですよーリーディングであろうとお金取ってる限りそれがこの時点でもう、うん、<laughs> それじゃダメでしょっていう,うはい。 いやー、なんか、いや今日楽しい。なんか、こういう話ってあんまり普段ね、はい、人としないんで。俺もいやいや、楽しいなと思いながら、<laughs> はい、えー、曲もかけなきゃいけないというところで、はいはい、えっと、じゃあ、ヒップホップ的な解釈で、やったのが、これからかけるナンバーですよね。はい。はいはい、じゃあゃ<の>、えー、秘密だぜというなんですが、はい。じゃあ、これをいきましょうか。はい。はい、お願いします。 聞き分けの悪い大人もう子供じゃないのに俺は聞き分けが悪い大人なのに俺は聞き分けが悪いんだ他の大人はもうみんな聞き分けが良くなっちゃって他の大人はもうみんな聞き分けが良くなっちゃって他の大人はもうみんな聞き分けが良くなっちゃって他の大人はもうみんな 聞き分けが良くなっちゃって他の大人はもうみんな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 聞き分けが良くなっちゃっ 自分のしたいことやしたかったことを自分のしたいことやしたかったことをとっくに諦めちゃってるけど俺は今でも何一つ諦めちゃいないなぜだかわかるかい俺はね大人になるにつれいろんなやつらが俺の体に。 受けようとしたあきらめる装置を、ね、俺はこっそり全部川に捨てちゃったんだでもこれは秘密だぜ,俺は,は密だぜ俺はこっそり全部川に捨てちゃったんだでもこれは秘密だぜ俺はこっそり全部川に捨てちゃったんだでもこれは 秘密だぜ秘密だぜでもこれは秘密だぜ俺はこっそり全部川に捨てちゃったんだでもこれは秘密だぜその辺に立ってる銅像なんかよりいい 俺のほうがすごいぜだって俺の全部は全部俺でできているブロンズなんかじゃないぜ全部が俺でできている全部が全部全部が全部全部が全部俺だ俺でできている全部が全部全部が全部全部が全部俺だ俺でできている俺の全部は俺でできているブロンズなんかじゃないぜ全部が全部 俺で,できているぜいろんな奴らが俺の体にくっつけようとしたあきらめる装置をねいろんな奴らが俺の体にくっつけようとしたあきらめる装置をね いろんなやつらが俺の体にくっつけようとした諦める装置をね俺はこっそり全部川に捨てちゃったんだでもこれは秘密だぜでもこれ でもこれは秘密だぜ。でもこれは秘密だぜ。俺はこっそり全部代わり捨てちゃった。んだ俺はこっそり全部代わり。 俺はこっそり全部かわいすてちゃったんだ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 捨てちゃったんだ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  捨てちゃったんだ。捨てちゃったんだ。捨てちゃったんだ。でもこれは秘密だぜ。聞いてもらったのは、はい、秘密だぜ。はい、ありがとうございます。いやー、なんかもうこれは本当にね、あのー、ライブでもたくさんやってる。はい。 ナンバーだと思うんですけども、はいはい、なんか詩が二つ入ってる。はい。あの秘密だぜっていう詩の中に、うん、えっと真ん中で全部が俺でできているっていう詩を読んでるんですけど、うんうん、やっぱりこうリスナーの方に、うん、あの言いたいのは、うん、どう歌ってないでしょって言いたいですね。ね<笑><笑>歌を聞いてるのが気になると思うんですけど、実は全く歌ってないですから。うん、ですよね、まあ。だからそれがやっぱり俺は。うんうん すごい新しい音楽の誕生だと思ってほしいし、あの、ま、ビートルズも、あの、好きですけど、ま、ビートルズはすごいけど、歌ってますからね、彼らはね。だから、我々は歌ってないからね、新しいね。ね。そうそうそう。なんかね、でも、あの、歌、普通の人がいう、歌ってる感じではないんだけども、大竹さんの中でも、多分僕の中でも、自分の中で別のスタイルで歌ってるって思ってるでしょはい。ね。はい。なんかね、そうそう、よくね、 2年ぐらい前に、この渋谷の路上で、あの、ちょっと路上ライブみたいなのやったんですよ、バンドでそしたら、なんか地回りのね、のチンピラみたいなのて、まあ、なんとかやらせてもらったんですよ。で、バンド始まったら、おい、歌ってねえぞ、あれ。つって、若い奴らに、お前見てみろ、歌ってねえぞ、なんつって、言ってたらしいっていうのを聞いて、受けたんですけどね。最後ですね。うん。あ、いいエピソードだな。でも、このミュージシャン、いろいろ、 よく集めましたねロックだけじゃなくてなんかストリングスの気持ちのいい人たちも含めてそうなんですそれがもうやっぱり今までそのカバーをやって音楽の方は音楽の方でやってきたのでいろんな基準も持てたしもちろんネットワークもそうですし吟味してやれるようになったというか。はい なるほどね。お客さんの,、はい、<laughs> あの見方って、なんかこの、はい、まあ、単純にこの5年ぐらい、僕、このラジオでお会いしてない間は、なんか、こんなに合ってないなって気はしないんですけども、はいはい、なんか、変わりました、はい、お客さんの見方ですかうん、大竹さんの、こう、あのライブの見られ方か、なんか変わってきてんなとかさ、その音楽的じゃない、バイオとか、さっきの自分の技術を習得したじゃないですか。 その辺からお客さんの聴き方ってんか変わってきた感じがしますあそれは正直言ってわからないわからないというかさっきの「バイオン」とかだともう5年前とかはやれてたんですよだから朗読ではやれてたんですけどそれがその音楽と一緒にやるときやるきにすごく武器になるっていうのがわかったのが あの実は音楽いあのやっこれでし始めてからなんですよね。うん、そんな感じです。だからお客さんのえっ、ー、と見方的に言うと、うん 変わった時期が多分あるんだと思うんですけど、結構前すぎて、ちょっとわからないのはわからないんですけど、基本的にはオールスタンディングで、読んでは投げゃ読んでは投げその自分の詩集をね、ちぎっな投げみたいな感じで、そこは僕にはできないからな、もうね、本も新しく一緒に同時期に出たんですよね、ゅうの方も。1分後の未来をもうすぐ俺が行くで、道を開けとけ。長いタイトルで。 これは割と、この数年、最近のやつですかはい。と、あの、学研で、あの、その子供を連載してたのを一度本にしてるんですけど、それ以降に、あの、連載してたやつを、と、あとはその、あの、二枚組の CD のくせに、あの、歌詞カードほとんどつけてないので、あの、ちょっとモーラできる感じに、こっちに入れたりとか。あ、商売上手ですね。ただ全部がモーラできてないところがちょっと中途半端なんですけど、はい。 うん、はい、あの,その学研のね、やってるときって、子どもたちはどういうふうに読んでたって感じてますわ、はい、からないですね、ただ、あのー、子どもの、うんあのー、気持ちに、うん、なってあげようとせずに書き続けましたね、俺はなるほどね <laughs> <の>普通の子どもの本だと、はい、子どもの気持ちになって書こうとか、そういうなんか童話作家的な感じだけれども、そうじゃなくて。 お前らより俺の方がすごいぞみたいな。<laughs> <laughs> 子供とも勝負しちゃうそそ。そういう中の <laughs> なの、大人げない感じ。で人ない感じではい。はい、う<ー>ん。書いていたという。なるほどね、うん。まあ今日は。 子供の日ですからね。あ、そうですね。もうおたけさん、だからちょっとあえてこの日がいいかなと思って。ありがとうございます。子供に負けるか俺って感じですかそうなですね。だからよく大人が言うじゃないですか。あの子供の解体絵を見て、すごい子供の解体絵には勝てないわ。勝てないよ。く聞くじゃないですか。あれ耳に入ったのに、そうかって思いながらね、俺。ほんまに、ほんまに勝たれへんかとか、そういうふうに思います。子供には負けんぞと。はい。なるほどね。 いや楽しいな上崎さんとこうやって話してると、<laughs> 俺も楽しい。<laughs> <laughs> <laughs> なんかこの実際ライブみたいな感じでは、はいはい、どんな感じで考えてます？はい、えっと今はあの。 ちょうど実はまだプロモーションビデオを CD は出したのに作り続けててシングルとかないのに歌じゃないからプロモーションビデオを7本ぐらい作ろうとしててまだそれをまだ作ってる最中なんですけどそれがちょっと一段落したらまだちゃんと発表はできないんですけどどっかで朗読をしようとはと思ってるんですけどあと、そうだ、浅野さん聞いてください、俺で。 <laughs> 今回すごいこだわったことの中に、うんうん、あの、えっ、ー、と、着地と着地フルっていうのを考えた <laughs> なんかあるなぁと思ってね。そうなんですそれ,でそれが、あのー、着たと着たフルっていうのがあって、うん、別に俺も4十やから興味とかそんなないわけですよ。若い人はね、まあるんですよ。そう。うん、ただ、やっぱりその誰もやってなかった詩人が <laughs>、<laughs> やってなかったことをやりたいっていうのがあって、うん、あの、やっぱりその、 えっと、着歌フルがあるんやったら、詩の、それが、あの、歌、着、詩の、詩の着歌フルがあってもいいじゃないかと思って、着詩フルと名付けて、それも普通はあのシングル版になったりとか、ドラマのテーマ曲になったら、1曲になったりするのに、俺シングル版関係なく、15曲も、着詩フルっていうのにして、それで、携帯電話で詩の朗読をダウンロードできるように。 したんでで、すよねで。それがすごいこう、うん、変にそこへモチベーションがあって、うん、普段全くそんな興味ないのに、うん、そういうね携帯電話で白の朗読 <laughs> 聞こえるとかがやってみたくて、うん、あのそういうやっぱりその今までと違ってその、うん、あの、あ朗読するのと本刺集で出すとかだけじゃなくてやっぱ新しい詩の表現とかメディアを開拓したくてそれでそういう。 ことやったりとか。なるほどね。はい。うん。そうですよね。もともとあるものだけども、それをなんか楽しく見聞きさせる方法っていうのを、やっぱりこう開発者ですよ。はい。したいですよね。だから、着地フルとか言ってますから。反応、反応はどうなんですか反応ですか反応わからないですね。またうわーこれ使ってみて友達に嫌がられましたとかさ。はいはいはい。いや、なんか驚かれましたとか。そんなのあります。ありますよね。あの、やっぱり一番、あの、 正直言ってこの今回のその2枚組の、うん、あの、詩人3代目の時浜田茂雄というアルバムの、うん、あの、中の「ネイキッド」ていうアルバムの方の、うんねうん、あの最後の方の入ってるトラックで、うん、118俺っていうタイトルの違って <laughs> それが一番俺キレてると思うんですよ <laughs>、うん、それは118回ワンテイクで俺って言ってるだけだから、ね、俺,俺,俺俺俺俺俺って。 こんあれをやっぱり、その、メジャーレベルで。そうさすよね。そうなんすこれ、東芝 EMI から出してるからね。それが一番俺のすごい頑張ったところだったら、功績だったんですね。で、その、サンスタっていうところ取ったんですけど、そこもすごい広いだけじゃなくて、あの、ストーンズが唯一レコーましたところなんですで、まあ、ストーンズワンなんで、どさくさに紛れてそこで撮りたい。やりてと。はい。言って撮ったんですけど、それもそんだけ広いのに、マイク一本立てて、 エンジニアの方が向こうにいて、<laughs> うん、それじゃあ行きます。俺、俺、俺言ってるわけですね。<laughs> それが一番俺はパンクだと思うんですね。あの、すげえな。はい、そうだったんだ。<で>はい。そうなんです。ほんで、で、それを、やっぱりその、一番今回、うん、一番難しいことは実はあれじゃないかと。 いやそれはあなたにしかできない。なおかつ、せっかくなんで、それを着地フルにしたいって言って、着地フルにもしてるんですよ。15曲中1曲は、118俺なんですね。そんなもん誰が住んでみたいなんで、そういう意味では友達はもうあぜンとしてましたね。なるほどね。はい。なんか電話かかると、俺、俺、俺って言い出すのが118回言い出すっていうのが、ダウンロードできると。はい。いやーもう、 でもね、あの、俺っていうキーワードからで、やっぱり俺まんじゅうとかさ、いろいろ開発するもんね。僕はあの、なんだろう、発明者だと思うな。はい、嬉しいです。発明したい。発明者だよね。それこそ、あこれって前見せましたっけこの、俺ビル。俺ビルは見てない。これは、それ福岡ドームなんですど。福岡ドームの、あの、ビル。チーフォークの。はいはい。ああ、これは、その、 の一応レ』っていう詩だって言い張ってそれでやったんですけどこれもいやもうねこれは別にアートっていうかっこいいものとして捉えないけどもアートですよありがとうまあアホだねアホなやなんですけどいや何か話がね結構尽きないんですけども今日はトークが多かったですけどももう一曲この詩人三代目大竹浜田茂雄アンサンズの方からえ ラストナンバーで聞かせてもらいたいんですけども、はいはい、次はどんなナンバーですかえっと、「だから何も怖くないぜ!」という詩なんですがフジロックでも読みまして、かなり、えー、盛り上がった詩ですなるほど、はい、これ今年はフジロックでまたいや、もう暑いからいいっす暑いっすとか中野おっさん <laughs> <laughs> そうね、なんか旅の話も聞きたかったんですけど、なんかこうね、今日は割と滋がテーマっていうわけと真面目にね、ああととあれ言ってもいいですか、あもうきょうと、あ、今日はもうあ明日までなんですけど、ゴールデンウィーク中ね、そうだ、言い忘れてた、新宿の東口のアルタビジョンで、あのもうゲリラ的になんですけど、毎時。 10時から夜の10時まで毎時,、うん、毎時11時から十一時の、うん、えと毎時42分15秒から、うん、えと本当の位置の,の、ね、ネイキッド版の。うん あの、声だけの、ポエトリーモーションビデオと呼んでますけども、ポエトリーモーションビデオ、略して PV、全然変わらないなるほどね。あの、ゲリラ的に、毎時流れるのはい、2分30秒間、42分15秒から、はい、あの、流れますので、例えば3時なら3時42分15秒、4時なら4時、 42分15秒。それで5時台。えっと、17時台だけはニュースのため流れます。なるほど。それがね。の間、もうゴールデンウィークの新宿に直撃で。はい。やってます。わけわからんビデオが流れ出しますので。それを。もしなんかね、待ち歩いてたら、あ、これなんだていう思っていただければと思いますけどね。はい。なんか話が尽きない感じでしたけども。ええ声のエ o d バディノーズは久しぶりに。 人三代目魚溶浜田茂雄さん、はい、来ていただきました、はい、またあのまた呼んでください <laughs> 楽しかったです <laughs> ありがとうございます、はい、じゃあラストナンバーだから何も怖くないぜこんなこと言うと笑われるかもしれへんけど人間の体の中には心は一つだけじゃないと思うんだ目の中にも心はあると思うんだだから美しいものを見ると目がキラキラするんだと 手の中にも心はあると思うんだだから大切なものをそっと触ったりできるんだと思う足の中にも心はあると思うんだだから歩くことや走ることが楽しいんだと思う鼻の中にも心があると思うんだだから食べることができないのにのに咲く花の匂いを嗅いでみたくなるんだと思う耳の中にも心があると思うんだだから 友達の声を聞くと嬉しくなってワクワクするんだと思う口の中にも心があると思うんだだから嬉しい時は自然に口笛を吹いたり歌を歌いたくなるんだと思うだからもし全部の心にだからもし全部の心に,だか,の心にだからもし全部の心に一つ一つ勇気を込めれば。 一つ一つ勇気を込めれば一つ一つ勇気を込めれば一つ一つ勇気を込めれば体中の心が力を合わせて自分自身を勇気の塊にすることだってできると思うんだ体中の心が力を合わせて自分自身を勇気の塊にすることができると思うんだだから何も怖くないぜ ちょうど時間となりました。<music>